皆様こんばんは。タバコ吸って申し訳ない。タバコは16歳からバカ野郎、タバコは20歳からですんでね、良い子はね真似をしないでいただきたいなと。まあ、今日はね、まあ、大体僕も何度も言うんですけどね、ライライテの話か格闘技の話、そして最近はねアウトロー系 YouTuber のね話もねし始めたんでね、ぜひね見ていただきたいなと。今日はね格闘技の話をしようかなと。まあ朝倉海選手の話もねおいおいしたいと思うんですけど、今日はね堀口恭司選手対セルジオペテス、ベラトーム、ベラドールって言われてベラトームですね、本当はね話ね。だいたいアメリカだとね UFC とベラトームがね有名で、 UFC はね六角形の金網のリングなんですけどね、ベラトームはね円のねまあリングなんですよね。まあそうね、大差はないなっていう風にね聞きましたけどね。まずこの堀口恭司選手対セルジオペテス選手についてね、まずねお話をねしたいなという風に。これね多分ね他のね格闘技の著名人の方もねされると思うんですけどね、多分ね僕のね YouTube 動画がねナンバーワン、一番わかりやすい動画だと自負しております。まあ評価するのはね皆さんですんでね、まあねそこはね皆さんの評価を待ちたいなと思うんですけど、このね結論、どっちが勝つかのね、まああの結論から言うとね、堀口恭司選手が 100% 勝つっていう、まずこっからね、プロセスね、根拠図っていう根拠をねお話したいなと思うんですよね。まあ格闘技ね、総合格闘技なんでね、まあ今回は総合格闘技の話をしようかなと思うんですけど、まあ、総合格闘技でねパンチ、キック、タックル、締め技、寝技、まああると思うんですよね。もうこれね、格闘技、どの格闘技もそうです。あの、ボクシングもそうだしね、あれですけどね。パンチもらわない、キックもらわない、タックルもらわない、寝技に持ち込ませない。この距離感で戦えれば必然的に勝つんですよね。うん。そうですね、パンチもらわなければポイント稼げないし、キックとかもらわなければポイント相手に与えないっていうことでね、まあ必然的に勝つよっていう、まあこれがね格闘技のね勝ちに一番近道、勝つ定義だと思うんですよね。うん。でね、今何話したかな、そうでね、僕はね総合格闘技もねボクシングもね一番大切なのはね、もちろんスピードとかも大切ですよ、それあっての話ですけどね。それはある程度上の話ですよね。レベルが上のもう一定になった状態での話するんであればね、僕は間合いを制するものがね、格闘技はね、制すと。僕はね、これ持論でね、まあいろいろ勉強してるんですよ。僕もね、素人ながらね、結構いろんな YouTuber の方ね、引き出し、自分の引き出しにしてね、結構ポイントポイントの単語とかで、感覚でね、覚えてるんですよ。だから間合いなんですよ。でね、セルジオ・ペテス選手のリーチがね、175センチなんですよ。堀口恭司選手が168。まあこれをね、後の話につなげていきたいんですけどね。これね、話を戻すとね、セルジオ・ペテス選手の距離、これね、2試合ぐらい見させていただいたんですけどね、セルジオ・ペテス選手の距離ってね、結構接近戦の距離なんですよね。だから50センチと仮定しましょう。うん。50センチの距離で戦うっていう。あくまでもこれ、例え話ですよ。50センチの距離で戦ってるっていう感覚で話を聞いていただきたい。じゃあ逆に堀口選手は、の距離はね、60、70で戦ってるんですよ。つまりね、何が言いたいかって言ったらね、相手より10センチ距離を遠く離れている堀口恭司選手、逆に相手より10センチ近いセルジオ・ペテス選手、これセルジオ・ペテス選手がパンチってもね10センチ距離が長いわけだからね、当たらないと。つまり当たらなければ、堀口恭司選手が 100% 勝ちますよっていう僕のね理論なんですよ。そうそうですよね、距離が長ければ踏み込んでいかなくちゃいけないわけだから、それだけのリスクを負うわけですからね。まあ
それだけのリスクを負っていけるかって言ったらね、チャンピオンベラトームのね、バンタム級の王座決定戦なんでね、そんなねリスクはね起こさないということでね、逆に堀口恭司選手はね、相手の距離遠いところ、要はパンチを、簡単に言うとね、パンチをキック、ネオタックルをもらわない距離なんだけど、自分のパンチが当たる距離で打てるっていう。でもさっき話しましたよね、僕、堀口恭司選手はね、リーチね、168センチなんですよ。で、セルジオ・ペテス選手が175センチ。引くとね、7センチですよね。大丈夫かな？うん、7センチなんですよ。じゃあこれだけのリーチ差を埋める堀口恭司選手の特化しているところはね、スピードなんですよ。要はね、堀口恭司選手はね、距離が離れていてもスピードと勢いで相手のパンチ、顔とか足とかにね届いてしまうよっていうことなんですよね。だからね、僕はね、この堀口恭司選手が勝つ、間合いを制していると。要はパンチキックタックルをもらわない距離なんだけど、自分がパンチキックタックルを仕掛けれる距離で戦えるから堀口恭司選手が勝ちますよっていう結論に至ったという、まあ、とてもね僕自身もね、自画自賛してる分かりやすいね説明だなと思ったんですよね。そんなね、でこれがね距離が同じだとね、やっぱねスピードとかいろんなねその攻撃ねパンチのレベルとかタックル寝技のレベルとか、まあ、こういうことにねもう加味しなきゃいけないんですけど、もう今回に限ってはまた言いますけど、相手のパンチキックタックルが届かない距離で自分の攻撃が届く距離で戦うから勝ちますよっていうことで、間違いなく堀口恭司選手がベラトームのチャンピオンに返り咲くという結論なんですね。まああとね、まあわからないことあればね、質問していただければね、僕のね、まあ知識でね、答えたいと思いますしね。まあね、僕自身もね、まあ今までね、結構200ちょいぐらい YouTube 上げてますんでね、ぜひね、視聴していただいて、チャンネル登録していただきたいかなと。まあ僕のね、特化してるところはね、まあ本当はね、お店の方には失礼かもしれませんけどね、うまいまずいよね、バシッと言ってる。これはもちろんあくまでもね、個人的な見解なんですよ。だから信じるか信じないかは皆さん次第なんですけど、まあそれにかかってくるんですけど、僕の意見としてうまいかまずいか、この2個、普通っていうのも入れたいんですけどね、やっぱ普通入れたらね飲食店じゃなくなっちゃうんですよね。うん、飲食店っていうのはうまいのが当たり前だからね、うまいかまずいかで答えてるんでね、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。今ね144人かな、1年4ヶ月5ヶ月目かな。もうほんとね、時間かかりすぎてますけどね、一応目指せ100人。まあ僕の計算ではね、1ヶ月ね20人から30人増やしてね、3、4年がかりでね1000人いきたいなと思ってますんでね、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。ここにね僕が頭下げるの結構珍しいんでね、貴重だなと思いますね。ではおやすみなさい、バイチャー。